どうも、東京スカパラダイスオーケストラです。スカパラダイスオーケストラです。ワールドハピネス、はい、出演します。今年は入ります。久しぶりですよね、結構。そうだね、結構久しぶりになっちゃったね。いろんなことがね、結構何年もずっと続いてる、ね、大人の方は結構楽しめる大人のフェスでしょう。そうですね、うん、あ、そうですね、 YMO とスカパラホーンズで、うんうん、やった記憶がありますね。何年前ですかね、はいはいはい、あれはすごいです。僕はその時は参加してなかったんですけど、はいはい、ライディーンとかね、客席で見てましたけど、すごかったですね。あんな経験ができるのは。あとクリスタルケイちゃんも入ったりとか、ね、そうですよね。あれは結構印象深いですけどね。今年はどんな感じになるんでしょうか。いやー、ね、楽しみですね、うん、本当に。今ラインナップ見たんですけど、メタファイブもね、一回どっかのフェスでスカパラと一緒になったり。そうだね、だったね、うん、見させてもらったんですけど、すごいかっこよかったですし、あといっぱいね、レーベルメイトの大森聖子ちゃんとか、うん、グリムスパンキーとか、いろいろもう、そうですね、カンパネラちゃん、あ、カンパネラね、コマイちゃんとかもね、うん、結構いるし、ね、見たいの目白押しなんで僕らライブ終わったら一緒に楽しみたいと思ってます。はい、はい、ということで、そうですね、東京スカパラダイスオーケストラは新しいシングルが出まして、6月22日に、横山健さん、ハイスタンダード兼バンドの横山健さんをフューチャリングした道なき道反骨のというシングルが出てますので、そちらもチェックしてみてください。ということで、東京スカパラダイスオーケストラでした。じゃあ最後にせーの、ワールドハピネス。